赤坂さんどうでもいいんで。知ってましたね。はい、あ、知ってました。それでは、消防係の管理の方、電気の消灯をお願いいたします。終わった後も、照明つくまでは動かずに、その場にいただきますよう、よろしくお願いいたします。よいしょ。そこから一番危ないでも、あっちから見てない。通信開催のクライマックスでございます。通信花火をおめでとうございます。これは持ってない。まず手を当てる。では最初の会議でございますので、今日は皆さんの方に向いて一発目だけさせていただきます。最初で最後のシャッターチャンピングです。いただきます。1、2の3。遠藤のファイルを
ミジちゃんのお母さんとといてグループラインに寄せたグループそうかな、ちょっと照らしてくださいって言ったら、あとミジちゃんのお母さんですよ。最後にお持ちいただき方をご紹介させていただきます。まず清水康弘様、西本雅也様、そして鳥の真ん中を飾っていただきますのが本年の秋祭り太鼓台の総責任者でございます、太鼓総総代両手が丘の小林正秀様でございます。どうぞよろしくお願いします。
ご紹介いたします。あ、よかった。それではただいまから実況の証明をしてさせていただきます。たくさんの方が狭いところに集中しております。お足元を十分お気をつけいただきまして、ゆっくりと階段をお願いしますようよろしくお願いいたします。どうぞたくさんの方が来られております。階段中に大勢の方がこれを見ますと大変感謝しております。どうぞお足元ご参拝中の皆様方にご案内申し上げます。お車の移動をお願いいたします。